はい、皆さん、こんにちは、モンガーです。来ましたね、5周年爆絶感謝マルチガチャ。去年と同じように各属性を選べるんですけれども、今回はなんとマルチでできるという、最大4人でですね、残念ながら端末が3つしかないなので3人で引きたいと思います。よいしょ。友達誰もモンストやってないからな、リアルの人。これ誰？あ、ランスロット X でですね、すごい悩んでるんですけど、水か光で悩んでます。まあ闇も欲しいけどね、この3つのどれかなんだけど、水でどうしても欲しいのがこいつですね。どうしても欲しいで、光でどうしても欲しいのがもちろんウリエル。欲しいなウリエル。で、まあ闇だったらランスロッ、ルシファーかアリスですね。で、光引こう。どうしようかな。3端末でしょう。光に闇位置でいこうかな。いやー、2フォールとかジキルト入るとかも欲しいしな。そうしようか。光2の闇1でいこう。ではね、早速。うわ、4つで来たかったな。すごい、こんな風にやるのか。まあもちろんね、端末もともと2個しか使ってなかったんで、3つ目はランク2です。いいんですよ、それは。とても、おお、なるほど。じゃあメインは光でいこう。メイン光の、メイン光で、サブも光。すげえ。で、3つ目のアカウントだけ闇にしましょうか。よし、すごい、頼む、ウリエルマジ頼む。もうずっと欲しいんだ。なんとか当たってくれ。行きましょう。じゃあ3端末同時に、まあ画面には2個しかつないけど、行きます。また声で行こう。おらおらおら、すごい。ウリエル。これレンブラントだよね。レンブラント、これも持ってるぞ。ヘイムダル、そうそう、こいつも持ってるぞ。リバティ、これは超運、これ持ってるな。これ誰？あ、フヨ持ってない。じゃあこれは不要か。で、サブがですね、今読み上げると三蔵法師、ストライク持ってる。真珠、これあれか、なんかあの宝石シリーズみたいなやつか。とヘイムダル一緒。カメハメハですね。これじゃあカメハメハか真珠か三蔵法師なんよ。で、最後の端末がですね、なんだこれ、大凶小凶闇ですね。トール、紫式部、徳川家康、柳生十兵衛、こいつは持ってるね。柳生十兵衛以外は持ってない。つまり全部の端末一応持ってないのは来たけど、ウリエルもルシファーもアリスも出ていない。とりあえずメインアカウントの付与は確定で、ちょっと調べましょうか。
三蔵法師からか、調べよう。噛んで選びます。噛んでっていうか、もう一回だけちょっとググってパパパって決めよう。あ、これ三蔵法師って重心感ないのか。いけるクエスト、アポカリプスがかなりいいと。なるほど。次真珠か。アポカリプスか。真珠は読みがいいと。はいはいはい。カメハメハ、確かね、イラストがいいんですよね、進化後。確かカメハメハ。あー、イラストいいな。いや、カメハメハにしよう。カメハメハにします。で、最後だな。大凶小凶。あー、エルドラドいけんのか。なかなかいいですね。トール、トールってなんか使ってる人見たことないんだけど、配信で。よいしょ。トール、トール、これか。あー、なるほどね。キラーなのか。これはいいかな。紫式部、こいつ強くなかったっけ。紫式部、あー強いな。いや、これ強いですね。エデンもいけんのか。こいつっぽいかな。徳川家康、これも見たことない。弱そうだな。うん、これはないかな。あ、これでもこいつも一応エルドラドいけるのか。まあでもここはまあ紫式部でいいでしょう。よし、じゃあ決めました。不要う、カメハメハ、紫式部。よし、これでどうなるんだ画面が。あ、進化、とりあえず進化するのか。なるほど。あ、身はつかないのかこれは。え、こいつ4ターンなの。あ、なんかすごい、なんかめっちゃ良さそう。これでボックスに3つ来てるってことか。入手、違うな、ちょっと待ってよ。星外して入手順でいいのか。ん、これどういうこと。どうしたらいいんだ。
どうやったら他の端末熱がもらえるんだ？ん？あ、こっちか。なるほど。あ！来ましたね。これで、これでこれで、おお、不要ですね。こっちなのかな、おそらく。分身。あ、誰も受信化してない。あ、こいつも貫通なんだ。あ、どっちも貫通だ。なるほど。よし。まあね、今回は、ウリエル、ルシファー、アリス。まあ、どれも来なかったですね。いやー、どれか一個来てほしかったなー。まあまあ、でも、持ってないキャラ一応3つ引けたんで、最悪の結果は免れたね。持ってないキャラだけが被るっていう、クソみたいな結果は免れたんでよかったでしょう。はい。うわー、ウリエルいつ当たるんだよ、マジで。って感じですね。まあ、こんな結果でしたけどね。まあ、タラでね、星6キャラ3体もらえたんで、めっちゃ、まあ、嬉しいよね。はい。じゃあね、ぜひ皆さんはね、4人で引いて、4キャラゲットしてください。うわぁ、もう1体欲しかったですね。まあ、しゃあないわ。じゃあ、これでね、4周年か。4周年、爆絶マルチガチャを終わりたいと思います。はぁ、またモンスト頑張らないとな。じゃあ、よろしかったらね、チャンネル登録と高評価お願いします。じゃあ、バイバイ。